沼津市の中心市街地にお目見えした電動キックボード。東京都港区の原動機付き自転車第一種オリジナルナンバープレート、いわゆるご当地ナンバープレートが付けられ、これに乗るためには免許が必要なことがわかる。有料なのか、東京の実証実験ではつい最近利用者が亡くなる事故が発生したとのこと。この実験では対人対物無制限の保険に加入しているとはいえ、死んだらそれまで、もらい事故だけは起きませんように。